全世界最も遅い到着、こちらです。このボロボロの箱の中に白い段ボールが入ってた。何が入ってんのかな。お、PS アットホームって書いてた。はい、こんにちは。年に1回やってる Google プロダクトエキスパートのお祭りというか祭典というか勉強会、 Google プロダクトエキスパートサミットだったかな、のが、2020年からコロナウイルスの関係で、リアル開催を行われなくなって、バーチャル開催になって、プロダクトエキスパートサミット、略して PES アットホームというイベントになってるわけなんですけども、ほんで、その普段だったらその会場に行くともらえる記念品がですね、2020年からは送られてくるようになりました。2020年版は、この画像で、紹介してるやつなんですけれども、それの2021年版がやっとアジア地区最遅、全世界最も遅い到着、アジア地区の中でも一番遅かった、アジア地区の、PES サミットは秋にやるのかな、2021年11月にやるんですけど、その1ヶ月前に届きました。こちらです。 DHL 届いたやつが、佐川急便のステッカー貼っても届きましたね。ここに、なんだ、 PES21YTM って書いてあるね。これはプロダクトエキスパートサミット2021年、多分これ YouTube の、記念品の、サイズ M、 多分 T シャツのサイズ M のやつが送られてきたという意味なんだと思います。じゃあ開けてみたいと思います。それでは開けましょう。どうやって開けるのかがわからん。このボロボロの箱の中に白い段ボールが入ってた。何も書いてない。そういえばこれ送り主はどこなんだ。これマンチェスターから届いたのかな。そういうことをやる業者を、今回はイギリスの業者なんだと思いますけども、じゃあこれ開けますよ。何が入ってんのかな。お、PS アットホームって書いてあった。 T シャツが見えるね。ステッカー、なんだこれ、 YouTube って書いてあるね。入れ物とかが入ってます。これが今回の記念品です。完璧に、完璧に、なんだ、ピントフォーカスが合うようにちょっとずれて